はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まルで,です。普通にマスク警察が感染を拡大。ウレタンマスクでも双方をつけていれば問題なしということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、えー、昨今ですね、えー、ウレタンマスクの危険性がね、騒がれていますね。まあ、あの、昨日かな昨日、おとといか、もうおとといになりますね。おととい、あの、トレンドにもがってたんですけれども、 まあ、ほとんどがね、効果がないというような情報も出回ってるんですけれども、まあ、そもそもどうなんだというところなんですね。で、もともとウレタンマスクっていうの他のマスクに比べて、えー、性能が低いというところはあの問題視されていた部分ではあるんです。しかし、実は、あの、みんながね、マスクをつけていれば、そんなに問題視されるようなものではないんじゃないのというところを、ね、話していきたいと思うんですね。えー、まず、各マスクの感染防止、まあ、飛沫の飛散を防ぐ能力っていうのと、 非感染防止、自分が感染することを防ぐ能力。これというのは飛沫に関してです。の能力を、えー、比較してみようと。要は飛沫感染によって感染するリスクを減らす能力っていうのは各マスクどのくらい性能があるんですかというところなんですね。これはあの空気感染とかではなく飛沫感染のみです。とりあえずね。で、えー、感染防止というのはね、えー 自らが感染者で人にうつすことを防ぐ能力すなわち自らが飛沫を撒き散らさないための能力なんですねマスクのねで非感染防止っていうのは自らがウイルスを含む水分を吸い込まない能力っていうところになるんですねはいでこれどういうくらいどのくらい能力があるのかっていうとこれなんですね不正にマスクが80%、えー、感染防止がで非感染防止が70%と いう形で、まあ、下に行けば下に行くほどというか、まあ、一番の布マスクのいいやつはあの感染防止要は相手に感染させることを防ぐ要は飛ま、ね、あを口のところで防いでくれる能力に関しては不ぎまマスクも高いものもあります。ですけども、まあ、他の部分に関しては下に下がっていくほど能力が低くなっていくというところですね。 ウレタンマスクは上限でも下限でも感染防止能力はほぼ一緒50、50%、約50%。で、非感染防止いや自分が感染しないための能力はまあちょっと低いというところですね。まあ、非感染防止に関しては、その、布マスクでもね、えー、ウレタンマスクでも大して変わらんという部分ではあるんですけれども、うん。で、まあ、あの、この辺は今言いましたかね。えー、っと、まあ、感染防止という関で、ねまあさっき言った通り、不繊維マスクと布マスクの上位種っていうのはいいと。 いうところですね。で、非感染、あ、感染防止で、感染防止という観点では、不繊維マスクと布マスクの上位がいいんですね。で、えー、非感染防止という観点では、布マスクは一挙であるということは、これを見ればわかるというところ。で、えっ、ー、と、ここで、ね、気をつけなければいけない一点っていうのは、これ、多くの場合、今の日本の現状としては、相手もつけてるんですよね。相手もつけてるんです。で、えー、そうなったときに、双方のマスクの有無、 いや、どの素材をつけていたかを元にシミュレーションしてみたんですね。これ、計算してみたんですよ。計算する動画だとどうなるかって、こうなるんです。もともとねあの、マスクっていうのはあの、感染を防止させるもの、要は相手に感染させることを防止するためにつけると言われてたんですけれども、まあ、実はあの防御力もまあそれなりにあったというところで、もともとの、えー、不繊維マスクの感染を防止する能力っていうのが、えー、80%か。 相手に感染させない能力ってのは80%なんですね。っていうとこを考えると、まあ、80%以上だったら全然いいんじゃないかと。というとこで80%以上になってるとこは青にしたんですね。で、見てみると、どういうことが起こるかっていうと、不、ま、正、あ、マスクをつけていれば、あの、マスクなし以外だと、どっちに行っても、要はあの感染防止という観点でも、非感染防止という観点でも80%を超えるんですね。 まああの相手へ感染させない能力としてはあの相手がマスクなくても80%なんですけどうんということでまああの不正マスクをつけていればまあとりあえずどのマスクの人に当たっても大丈夫とただ自分が感染しないという観点からすると相手がマスクをつけていないとちょっとあ,のあれですよというところはあるんですけれどもまあそこはね置いときましょうまあね嫌なら近づかなければいいのでそういう人にね まあとで、あの、どのくらい距離を取ってればいいかって話をするんですけれども、自らがね、マスクをつけていればね、このシミュレーションで分かる通り、相手がウレタンマスクにあっても、それなりに効果があるということは、これを見れば分かるわけですよね。まあ、あの、感染を防ぐためにって言っていた80%なんですよね、もともと不全マスクの能力が。それよりも高くなるんです、相手がウレタンであっても。というところを考えると、まあいいんじゃないのっていうところで、 まあ、うん、あのー、マスクは思いやりって言われてましたけれどもその相手にうつさないためにつけるんですよって言われてましたけれども、まあ、一応防御力もあるというとこがあるのでねで一般的にねこっからが、あのー、飛沫の距離の話なんですけども一般的には飛沫感染距離っていうのが、えー、2m って言われてるんですねなので 2m 以上離れてとか離れていたらマスクつけなくても大丈夫ですよなんて言われるわけですよね、まあ、2m ってね結構意外と近いです <laughs> 近いです はい。えー、だから、ただし、あのー、くしゃみとか <laughs>、すると、10メーターくらい飛ぶと。だから、咳エチケット、なんて言われるね、あのー、口をね、マスクの上から、あの、口を押さえるっていうね、あのー、ことをするわけですよね。あのー、なんだ、腕とかでね。そういうことを取るわけです。はい。まあ、ちょっとそこは置いといてね。えー、で、アルコール消毒や手洗いが推奨されているのは、どういうことかっていうと、そういうことによって、飛び散った、 飛沫っていうのを手を介して例えばその人の服についていてその服を触った場合っていうのはそこに手につくわけですよねなのでそれを定期的に、えー、除去するために、えー、手洗いであったりとかアルコール消毒っていうのが、えー、推奨されてるとこれによって粘膜から取り込むことを防ぐ要はあのー、誰かくしゃみしたところを触ってその手を口に持っていってしまったそれで物を食べたとかねそういうところでも防ぐ目的なわけですよねうん ということでですね、まああの不、タイトルのね、不繊維マスク警察の部分に戻っていくわけですけども、ここまでがね、えー、ウイルスの感染についての話なんですけれども、まあ,あの、ね、戻る前にちょっともう少しだけ話しましょうか。2メートル離れていれば大丈夫というところを考えると、まあ、あの自分がマスクをつけていれば70%はカットしてくれるので、やっぱりあの距離が近いほど、まあ、飛まつといてのは飛ぶらしいんですね。 なので、まあ,あの、自分がつけてる分ね、まあ2メーターよりもちょっと近づいても大丈夫なんじゃないのって、ちょっとそこは自己責任になってしまうんですけれども、まああるので、まあつけてないよりはね、つけてる方がいいわけですよ。そういう意味ではね。ってとこを考えると、まあ,あの2メーター以上離れていれば問題ないわけで、まああんまり近づかないようにしましょうねっていう話なんですよね。その政府の言ってることっていうのはね。政府であったりとか、その、えっ、ー、と、なんだっけ、専門家会議ですかね。まああの辺が言ってることっていうのはね。まあそこはと置いといて、で、あの、 これでね、ちょっとここまで話をして、あの、不正にマスク警察に矛盾を感じたかなっていると思うんですよ。注意するためにね、近づくことによって、飛沫感染のリスクって、あの、上がるんですよね。まあ、先ほど説明した飛沫感染距離であったりとか、あと防御力の話であったりとか、っていうとこ考えると、まあ、あの、近づく方が感染率上がるんだよねって。で、あの、僕って個人としてはね、ウレタンマスクでもそれなりに効果あるし、まあ、良いんじゃないのっていうふうに思ってるんですよね。 ただ、あのー、ウレタンマスクが危険だと思っている人が、わざわざですよ。能力の低いウレタンマスクをつけている人に近づくこと、近づくということこそがね、えー、その方が、からするとね、危険な行為なわけですよね。危険なんですね、ウレタンマスクって。なのに、そこまで気にしている人が、なんで近づくのっていう話なんですよ。ね、その方のリス、あの、理屈、まあ、あ、あのー、 テキストであなたって書かせていただいてますけど、その方の理屈から言えば、あのウレタンマスクが危険なんでしょなんでわざわざ近づいて、ウレタンマスクが危険なんだ、お前、不正マスクをつけろなんて言うんですかねあなたが言ってる理屈で言えばですよ、感染拡大させかねない状況を作ってるのはあなたなんですよねっていうところがね、すごく矛盾を感じるんですよ。あのー、タイトルでね、その、 そういう人たちも見てほしいなと思ったので、ウレタンマスクの危険がさ、あ、違う、これじゃないや。そういう方が見てほしいと思ったので、不繊維マスク警察が感染を拡大というね、ちょっとあの、タイトルにしたせていただいてるんですけれども、あなたの理屈で言えば、あなたが感染を拡大させてますよっていう話なんですよね。なので、まあ、あの、ね、やっぱり不繊維マスクってずっと使えない、使い捨てにしなきゃいけないっていう部分はあるので、そこを考えるとね、あの、なんだっけ。 ああそこを考えるとやっぱコストパフォーマンスとか考えると布マスクであったりとかウレタンマスクっていう部分になるんですよね特にその病院であったりとかねリスクの高いところに行かない場合だったら別に布マスクでもウレタンマスクでもいいと思うんですよ僕自身も普段布マスク使ってますただその病院とか行く時はねあの不正義のマスクつけていくんです仕方がないから で、なんでそういうことをしてるかっていうと、不正マスクをね、長い時間つけていると、僕、くしゃみが出るんですよ。嫌でしょみんな。なので、病院もなるべく、あのー、外に出るんだよねあの。どれくらいかかりますかって聞いて、中に入る。つけて入るけど、外に出るとかするんですよ。 ま、前はね、あのー、してなかったんですけども、その、布マスクで行ってたんだけど、もうあの、今あまりにもちょっとこういう状況になってるので、まあ、しゃあないので、病院行く時だけは、不正マスクなんですよ。うん。まあ、ほは嫌なんだけど、くしゃみ出るから、あのー、周りにもね、あのー、何こいつみたいな顔で見られてしまうので、本当はあんまつけたくないんだけども、なんか最近あのー、<laughs> そういうところに布マスクで行くのがはばかれる時代になってしまって、しゃあないからつけるんですけどね。うん。 ちょっとね、まあ、あの、みんな敏感になりすぎではないですかね、っていうのは思います。で、またね、あの、さっきも言った通り、ウレタンマスクの人を注意しに行くっていうのは、あなたの理屈で言えば、えー、あなた自ら危険なことをしてますよ、というところをね、言いたくて、えー、とこの動画を撮らせていただきました。えー、以上になります。えー、よろしければね、え、チャンネル登録していってください。そしてね、いいねをつけていただけるとね、励みになりますので、ぜひいいねをつけていただけると嬉しいです。以上になります。フリーライターのいつか笑って過ごせるヒマレでした。